って思います。なんか顔は濃い、暑いかも。15分ぐらいしようと思います。ちょっとクーラーつけてほしいな。ありがとう。なんかロボットみたいになってるけど大丈夫。こんにちは。目赤い？ギガ大丈夫って、ギガやばいんよ。なのでギガやばくて昨日できなかった。だから28もちょっとできないんだよね。ちょっとやばいよね。ほんとどうしよう。こんにちは。15分ぐらいしようと思います。絶対そうだと思ったですよね。そうなんですよ。もうやばい。そんな使ってないんですけど、生きてて。なんか目赤くない？なんか今日ね、ビジュアル悪いんよね。はじめまして。6時過ぎぐらいまでしようと思います。今日はちょっとカラコンもして、お目目もちょっとねバチバチに上げていただこうと上げて、ツインテールなんかしちゃって、そうです、今日はおしゃれしました。わあ、のーちゃんさんありがとうございます。なんだ、なんていうの、これ、トランペット？絶対違うよね。ツイン似合うわって、本当？そうなんです、私ツインテールめっちゃ似合うってたくさんの方に言っていただいてから、ツインテールしかしてないですね、今生きてて。ツイッターとか見てくださったら分かるんですけど、私ツインテールの写真しかないんですよ、ほとんど。サックスだ、そうだ、それだよ、それだわ、それ。学校もツイン？いや学校はね、あのたまにしていくんですけど、ちょっと恥ずかしくてもうしてません最近は。今日めっちゃ寝て、なんか夢見たんですけど、それがすっごいなんか泣ける夢で、やっぱ夢の中でめっちゃ泣いてたんですけど、現実でもめっちゃ泣いてたんですよ。なのでちょっと目とか、しかもめっちゃ寝すぎたっていうのもあってめっちゃむくんでますね今顔が。今日朝やばかったんです、起きた時。今あれは朝じゃないんですけど、昼に起きたんですけど、なんかすごく今でもちょっとむくんでます。目とかね、ちょっとむくんでるんよね。顔とかもね、すごいパンパンなの、ここお肉がやばい、ここの鼻もねむくんでてね。そうなんよ、怖い夢。いや怖いというか、なんか悔しい。そうなん、公園の固定ヘアもいいけどな。え、あれね、自分でできないんですよね。あれメイクさんにやってもらってこそできるんですけど、私自分でもやってみたんですけど、なんかやばかったです。ナングラ明日、そうです、あ、はい、ナングラ明日します。まだ時間とかはねツイッターで言うので、明日ぜひね皆さん待っててください。
まゆみろちゃん食べ過ぎ、え、見ましたか、ツイッター。もう上がってるかな、ツイッター。ツイッターできます、ツイッターできますかじゃない、ツイッターもう私上がってますか。なんか顔赤くない、今日なんかね、焼けたんかな顔、ちょっとね、なんかね赤いよね、めっちゃ。嘘じゃん、日焼け対策頑張ってるのに、なんでだろう、そう見えるんだよね今日、すっごい。ツイッター上がってるよ、本当上がってる、よかった。皆さんぜひツイッター見てください。さっきかな、さっきというか今日撮りました。テニスしてる時はもっと日焼けしてた？え、めっちゃしてましたよ。もうテニスしてた時はやばかったですよ、本当にやばかったです。え、写真あるかな、でもその時の写真ちょっとブスすぎてあげれないんですよ本当にブサイクで、その時が。マヨメロ好きがめちゃくちゃ伝わりました、ありがとうございます。私私物でもマヨメロちゃんだらけなんですよね。それよりさ、ブログがさ2回同じだってね。え、本当ですか、私でもバグりますよね結構、ごめんなさい本当に。バグるよね、なんかなんでだろう。いいねしてきたよって、ありがとうございます。やっぱ今日顔むくんでんよね。ちょっと皆さんごめんなさい、クーラーめっちゃうるさいかもしれないです。これね、あのね、一番強い風なんで。大丈夫かな、お顔むくんでんよな。今度マイメルちゃんのコスプレ希望。え、そうなんです、私コヨリンもやってて、え、かわいいってなって、私コヨリンと戦ってるんですよね、マイメルちゃん愛を。コヨリンもマイメルちゃん大好きで、私もマイメルちゃん大好きなので、まあ戦ってます。昨日のペンディングトレインよくわかる、え、見ました、私ペンディングトレインで。なんか私もなんかバカなので終わり方とかもちょっとよくわかんなくて、でもなんかあんな感じだったら、あんな感じの終わり方だとちょっと続編とかあるのかなって思ったんですけど、どうなんですかね。でもめちゃめちゃ面白かった。最近いろんなドラマが最終回迎えてるからちょっと寂しいですね、めちゃめちゃ。結局人類助かったんかなと。そうですよね、私思ったんですよ。なんかあの電話あったじゃないですか、あのまた見てない方はちょっとおるかもしれないのでお黙りにしときますからも楽しみなんで。え、そうですね、7月もねちょっとたくさん気になるドラマがありつつあるので、昨日公演ありがとうって、こちらこそありがとうございます、楽しかったですね、めちゃめちゃ。なんかできたんだけど、ほっぺ見て、ここやだ。昔のドラマだったら何が好き？え、なんだろう、昔ってわけじゃないんですけど、最近ちょっと見たのは箱詰め見ました。最近私最近箱詰め見て、結構昔のドラマだったら、え、なんかね、ヤンキーくんとメガネちゃんっていうのも見たんですけど、最近結構あれ昔のドラマらしくて、他だとなんだろうな、
覚えてないな。でも結構見てます。恋愛系結構多いかも。師匠のクロスどうやった？めっちゃすごかったです。私もあのクロスは見れないので、こう着替えしてて見れないので DMM で見たんですけど、めっちゃかっこよかったですね。なんか結構ホノピーって声が可愛い系じゃないですか。なのでそれもめっちゃいいなって思いました。虫刺され、ワンちゃん虫刺されかも。悲しいよ。昨日公園で恋愛推しになってた人で、本当ですか、嬉しい。でもなんかお見送りの時になんかレーニャがなんかうちはいいわよかったみたいな言ってくれた方いたんで、その人かな。やっぱり昔なら花より団子かな。いいですよね。花より団子も見ました。私あのシーズン2も見ました。いいですよね、花より団子。名倉はせえへんので、名倉は明日しようと思います。今日は昨日ちょっと公園でショールームできなかったので、それのことです。それでやってます。西山のチャレンジについて話してくれたので来ました。優しいんやね、ありがとうございます。そうなんですよ、西山が来週の水曜日28日に初日を迎うということで、私も一緒に出るということで、やったー、やったよ、超絶嬉しいです。一緒にね、西山の初日をね迎えてあげたいと思います。昨夜は前4列のセンターだったからよく見えたって。本当ですか、ありがとうございます。イエーイ。恋空もいいよ。知ってます、私それ、私すっごい気になってたんですけど、そうなんですよ。コールするの超楽しい公演で、ありがとうございます。こうあのコールすっごい嬉しいです。いつもなんかあのよくあの歌ってる時とかにこう公演聞こえ、じゃコールが聞こえたら嬉しくなってずっとニヤニヤしてます。西山とラーメン行った、行けてないんですよね。私行きたいです、よく教えてもらいたいです。私もう同じのばっか食べちゃうの人間なんで。昨日は横綱行きました、夜に。アミアヤが一緒に出れなくてピエイン言うてた。そうですよね、そうやな、結構もうあれだよね、誰が出るんやったっけ。青原姉妹は出て、サユキも出て、コイリンも出てだったよね確か。うん、なんかです、そうですよね。最後列でしたって、見えてましたよ、めっちゃ見てましたよ。相撲とか踊ってたらなんか真ん前ですよね。好きな人がいることってるまで、そうですよね、わかります。私最近好きな人がいることがちょっともう一回見たいなと思ったんですけど、私が入れてるアプリじゃなくて、もうどうしようと思って、そのためだけに入ろうかなってちょっと考えてるとこなんですよね今。早くレイネに会いたいって、こちらこそ会いたいです皆さんにも。ツイッターでコメント間違えて船橋で卓越しちゃった、ごめんね。そうですね、私あのね皆さんね結構あの間違うんですけど、船橋の船右にハローをつけてるバージョンが結構多くて、これ本当にね言った方がいいのかなと思うんですけど、ちょっと書こうかなテロップに、わかりにくいかもだから。結構ねやっぱ間違えますよね普通変換とかだったら。はい、これをテロップに。そうなんです、こちらが結構ね間違う方が多くて、まあ私もなんでこっちの船なんだろうと思ったことも結構あったんですけど。てんちゃんいる？マジ？てんのおる？嘘？本当？もういなくなっちゃったかな。けんちゃん。カラ
がしちゃんなら山崎賢人派なんだろうな。え、そうですね、私そっち派でした。え、なんでわかるんですか。え、なんでですか。最近のツイッターがあざとい。そうなんですよ、あざと可愛いですか。なんか私ツイッターでは何動画で何書けばいいか分かんなくて、結局ああいう感じになっちゃいます。あ、28日の公演にてんちゃんがいる。あ、そうですね、そういうことか。そうですね、てんないます。なんとなく。嘘。そうですね、私あっち派でしたわ。そうですね、やっぱ結局報われる方を好きになっちゃうっていうのがオチです。私昨日劇場で生レーニャ見て、レーニャうちは映ることにしちゃって、え、ありがとうございます。ぜひ楽しみにしてますね。こう目に焼き付けたいです、そのうちわを。レイポンの座を狙ってるなって違いますよ、違いますよ。でもレイポンの自己紹介ちょっとやってみたい。でもレイナなんで、ちょっとレイポンって言っても多分違和感ないと思うんで。レイニャは9期の中でもかなり美人さんやと思う。西山には内緒。え、本当ですか。私美人なんですか。やったー。あ、15分経ったわ。そうそう、終わろうかな。ツイッターって NAB のツイッターじゃなくて、これ話レイナ公式ツイッターあるの。まだないんですよ、今はこの研究生っていう一つくくりのツイッターしかないです。レイナいつもニヤニヤしてるイメージある。そうなんですよ、私ずっとニヤニヤしてるんですよね。なんでですかね、これは。レイニャに会うために遠征したいなって。え、そんな嬉しい。早く会いたいですね、本当に。自己紹介の説明的噛んじゃうのかわいい。え、そうなんですよ、私なんか自己紹介の説明が結構下手って言われがちなんで、なんか分かりにくいって結構言われがちなんで、あのうまく言おうと思って今日必死に、必死に考えたんですよ、どう言おうかって。それが頭にわーってなって、結局は噛んじゃうっていう。笑ってた方がいい、笑顔が素敵。本当ですか。私ね、自分のこう笑った顔よりなんかちょっとニヤってする方が自分は好きなんですけど、たくさん笑ってる方がいいですか。いつも緊張してるね。そうなんですよ、めっちゃ緊張します。公演は曲紹介で飛んじゃうからしちゃんもかいいね。え、本当ですか。私そうなんです、こう踊り終わったら、はぁ、踊り終わったとかって終わっちゃうんですよね。それがダメなんですよね、絶対に。レイニャの MC 面白い。え、本当ですか。やったねー、やったねそうだ、そろそろ終わろうかな。ランキングを読もうと思います。15分経ったね。ランキング読もうと思います。読んでいくよ。いきますよ。13位の方が高野さん、ありがとうございます。そして12位の方がかなたさん、ありがとうございます。そして11位の方がまいまいさん、ありがとうございます。そして10位の方が一生ぼっちさん、ありがとうございます。そして9位の方がタピータヤピーさん、ありがとうございます。そして9位の方がゆうきゃさん、ありがとうございます。そして7位の方がのぶくろうさん、ありがとうございます。そして6位の方がビースケさん、ありがとうございます。
5位の方がおちゃえんおーさんありがとうございます。合ってるかなこれ。そして4位の方が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。そして3位の方タムタムさん、タムタムさんにあだ名をつけていこうと思います。タムタム、タムタムさんでタムちゃん、やっぱここはシンプルに言っといてみたいな感じタムタムさんありがとうございます。タムタムさん、タムちゃん、タムちゃんありがとうございます。そして2位の方がベリッチョ、あ前もねつけたよね、ベリマヨさん。ベリマヨさんはじゃあベリッチョって前つけたかでしょ、なのでベリ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 、なんか眉でも使いたいよねやっぱり。ベリ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 マユベリマユ、眉でいくも次はベリーつけたから、ベリッチョなんちゃらこんちゃらとかの方がいいかもね。ベリベリベリトン、マユマユベリベリッチョマユッピベリッチョマユッピってなんかよくない？長いけどいい気がするはい、そして1位の方が水源リビスピリットさん、水源スピリットさんはじゃあスピリットでもなんか合わせたよね。スピスピシャン、スピスピリッチャン、スピリスピリッポン、スピリッテン、スピリッテンどうしよう、す水水軍でもいいんだよね。水軍、水軍ちゃん、水軍、水軍ピン、水軍ちゃん、水ちゃん、水ちゃん、水ちゃんはもう訳しすぎだよね、そんな気がする。水ちゃん、水トピ、水トピ、水水ポン、水ポン、もうなんか原型つかめてないけど、スイポン可愛くない？スイポンちゃん、スイポンちゃんいいかもね可愛くない？名付けた、名付けたのはいいが、からしちゃんは次覚えて、覚えてますよ私もうね、結構ねつけて覚えてますよ、なので被らないようにしてますよありがとうございました皆さん、15分という少ない時間でしたが、800人の方も828人の方ありがとうございました。そして来週の水曜日公演がありますよ皆さん、2週もの初日なんで一緒にねたくさんね幸せな景色を見ましょう。ありがとうございました皆さん、明日そして南蔵します。またね時間はね明日ねツイッターでね言うんで、お時間があれば来てねみんな、ありがとうございました、じゃねー、わーバイバーイ。